まあ、甲子園っていう舞台はなかなか行けるとこではないと思うので、一試合一試合楽しんで、全力を出していただけたらなと思います。本当に応援しています。頑張ってください。いろんな人の感謝を忘れないように、しっかりありがたみを、ね、感じながら、ね、最後まで怪我しないようにプレーしてください。応援します。まあ、初戦八代高校、っていう風に聞いてるんですけど、僕のこの楽天イーグルスの同級生の辰巳亮介ってやつがいるんですけど、負けたくないんで、初戦はしっかりと勝ち進んでいただければ、僕もすごくこのチームでやりやすいので、ぜひ頑張ってください。応援してます。とにかく暑いと思うんで、水分補給しっかりして、勝つことよりも生きることが大事だと思うんで、倒れないように楽しんでください。